吉田智、発見動画チャンネルの吉田智です。ここは福岡市地下鉄の桜坂の駅です。今から約ここは平成14年、17年に駅ができたということですが、この福岡市の中ではやや丘陵地になったところです。私はこの前方の方に以前30年ほど前住んでおりました。あるいは少し40年ほど前はこのビルの向こう側の方に住んでおりました。この通りは以前に比べますと随分綺麗になりました。今から40年ほど前は路面電車が走っておりまして、路面電車で比較的この何本も電車が通っていた時代があります。ある意味昔に比べると昔の良さがありましたし、今は今で地下鉄非常にペースが速くなっております。そしてこのカメラの方向の道路は新しく今出かかっている道路です。以前はこれから200メートルほど左側の通りが警護本通りという名称でありました。私はこの警護あるいはこの桜坂というエリアに住んでおりました。長年住んでおりました。この自分の生活のエリアです。そしてこの先の方が六本松といいます。この学園紛争華やかです頃の九州大学の教養学がありまして、このバリケードがあったり、あるいはこの非常に壮絶なこの学園紛争の創設で様々な紛争が行われたところです。以上で終わります。